皆さんこんにちは。浜松山里生き生きレポートナビゲーターの岡本麻里です。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組。三作保、佐久間、春野、辰山、天竜、稲佐、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。浜松山里生き生きレポート。この番組は浜松市の提供でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里生き生きレポートでは、私が直接現地へ赴き、山里のいろいろな魅力をお届けしていきます。山里の気候はどうなのか、今の季節は何がおいしいのか、山里のこんな楽しみ方、あんな楽しみ方をお伝えします。週末のひととき、山里への思いを膨らませてみませんか。さて今日はということで、私は浜松市の中心部から車でおよそ2時間、浜松市天竜区佐久間町、今日は佐久間駅にやってきました。佐久間のご案内役の青島さんから、今日は軽装スニーカーで、そして飲み物とタオルを持ってきてということで、私はどんなことするんだろうと、ちょっとあとね、覚悟と決意、いろいろなものを気合をね持ってきたんですけれども、はい、青島さん、今日はどんなことをご紹介していただけますか。今日は佐久間にある神秘的な滝まで歩きます、はい、神秘的な滝がこの佐久間のどこかにある、山の中に隠れてるんです。これ結構きついんですか、その道のりっていうのは。もう気合があれば乗り切れますね。ハイキングと登山の中間みたいな。トレッキング。トレッキング。おお、なるほど。あの、初心者の方でもこのトレッキングは大丈夫なはい、私はもうかなりの初心者でしたけど、2回ほど行ってます。なるほど。どんな神秘的な場所なんですか。佐久間の民話にまつわる滝になってます。佐久間にはいろいろな民話がありますよね。その中の一つ、どんなところなのでしょうか。まずはそのトレッキングのスタート地点に行ってみようと思います、はい、今日はよろしくお願いします。さあ、私たちは JR の佐久間駅から車で5分ぐらいですかね、王子峠へと向かう道の途中、はい、こちらが竜王権現遊歩道というところなんですけれども、ここがトレッキングのスタート地点となります、はい、そして後ろに竜王権現の看板説明があるんですけれども、この遊歩道をたどっていくと10分ほどで川に出ます。そこから100メートルほど上流には竜王淵と呼ばれる淵があり、昔から竜王権現様として村人たちに語り継がれてきた民話が残されている。これが民話なんですね。そして高さ120メートルの絶壁に囲まれたこの竜王淵の傍らに佇むと、時間もゆっくりと流れていくような錯覚さえ起こさせますということで、その今からこの絶壁に囲まれたすごい神秘的な場所に、はい、ということなんですね、はい、では早速頑張りましょう。はい、頑張って行ってみたいと思います。でもまあ10分くらいで着くっていうことなんですね、はいはい、で遊歩道でここから見ても整備されているような感じですので、皆さん歩きやすいんじゃないかなと思います。それでは早速行ってみます。じゃあお願いします、はい、気持ちよ。最初は下っていくんですね。はい、まあ、いいですね。行きは下りなのでスイスイ行っちゃう感じが、はい、帰りはこの分登らないといけないってことですね、はい。佐久間駅の方とか行くとポカポカ陽気で、ちょっと運動とかしたら汗ばむのかなと思ったんですけど、はい、この杉の木に囲まれていて川が近くにあるということで、風はやっぱ冷たくて気持ちがいいですね。そうですね、うん、これからの季節いいんじゃないかなと思うんですけど、はい、遊歩道で整備はされているんですけれども、なかなかの山ですね。なかなかのと滑りやすいんで、ね、滑りやすくなってますかね。よいしょ。まあ、こう手すりがあるところとかだと
いいですけど、やっぱちょっとね最近雨が降ったりして地面が濡れてると葉っぱとかそうですそういうのがあると滑りやすくなってますね。とまだまだすごいですね、120メートル下がっていくんですもんね。地元の方でもそんなに来ることはないんですか？うんって聞きました。なんか一段と水の音川の音が大きくなってきました、はい、しかも吊り橋が見えますか？見えてきました。あ、川が流れてますね。これが先ほどの10分ぐらい降りたところにある川っていう川かな、はい、よいしょ。あーすごい、吊り橋もあるなと思ったんですけど、その下を流れる川がすごく綺麗です、ね、すごく、ね、ここを見ても透明で川の底が見えますね。うわーすごい、川が流れて波が立っているので、あ、水があるんだなっていうのが分かるんですけど、うん、波がないところだと水があるのかないのか分からないぐらいのすごい透明な感じがします、うん、ですね、透明ですね、綺麗、うん、さあ吊り橋のところまでやってきました。あ、こちらに竜王権現橋と書かれた看板ですかね、ありますね。歴史と民話の里佐久間、竜王権現橋の下を流れる小内川は宝珠峠をその源としていくつもの沢を集め谷を縫い天竜川に注いでいます。この小内川沿いには竜王権現様をはじめ多くの民話が残されており、厳しい山村に暮らす村人の願いを叶えてくれた話や戒めを込めた恐ろしい話、戦国時代の悲しい恋などが語り継がれてきました。またこの小内川、昔は八岳山の戦いで亡くなった75人の武士の地で7日7番赤に染まったことから小内川熱い血の川とも呼ばれており、こうした民話にゆかりの地が今もひっそりとその佇まいを見せていますということです、ね、こちらがその佐久間に伝わる民話の場所なんですね、はい、竜王の権現様。その滝はまだこの橋を渡った先なんでしょうかね。はい、はい、もうすぐそこです。いやそうなんですね。じゃあちょっとこの橋を渡っていきますかね。わあ気持ちいい、もうなんか本当わ揺らしてます。すごい、もういろいろな緑に包まれていてすごくいい景色ですね。すごい、なんかあの上を見ればもう本当木々の緑が気持ちが良くて、下を見ると本当に透明度 100% の、ね、魚も見えそうですね。ね、そうですよね。車で走っているとそれだけでもやっぱ気持ち悪いんですけど、うん、はい、やっぱこうやって遊歩道を歩いて自然の中まで来るとより気持ちがいいですね、はい、なんかすごくパワーをもらえます。もらえますね、うん、気持ちいい。さあ渡りきりました。先ほどは階段をどんどんと降りてきたんですけど、はい、もうここが底のところですかね。あーすごい、もう間近横に川が流れています。こちらが高知川。なんか夏とかきっと気持ちよさそうですよ ね、川。太陽の光が反射してキラキラと輝いています。結構あの川の流れもありますね、はい、うん、まあ、なんかすごく空気も川が近いからかな、よりひんやりとひんやりとしてます。気持ちのいい、なんかゴーっていう音が聞こえてきました。新浜松の自然100選にも選ばれているんですね、竜王権現の滝ということで、どうかな、ここをもうちょっと行くと滝が見えてくるんじゃないでしょうか。すごいゴーっていう音と水しぶきかな、今見えてきました。さあこの先突き当たりに滝がありました。こちらが竜王権現の滝。あーすごい勢いで、ここが 120m の絶壁ということで、もう岩木に囲まれているから、この滝に流れ落ちるドーっていう音が、迫力満点。佐久間の山々から集まってきた水、はい、ここに流れ落ちてくるんですね。わあすごい。あの滝の下には神様が祀られている、はい、だそうですね。この
ゴーっていう音もすごいなんか体の中に自然と入ってくる感じがして、うん、時間を本当忘れてのんびりこの音とかすごいこの空気すごい本当神秘的な感じがします、こういうところが佐久間にあったんですね、ここに来るまではそんなにきつく全然なく階段降りてちょっと急かな足元に滑らないように気をつけなきゃなと思うんですけど本当苦しくなく来ることはできます。これからの季節も新緑の季節あと夏、まあね、あと紅葉とかもきっと綺麗なんじゃないかなと思うので、はい、四季折々この神秘的な空気というのを味わってもらえたらいいなって思います。ちなみに竜王権現にまつわる民話というのはこの竜王淵では日照りが続いた時に竜王権現様に雨乞いをすると必ず雨の恵みがあったというもの。昔から地元の人たちに語り継がれ大切にされてきたことが分かりますね。竜王権現の滝は県道290号から宝珠峠に向かう途中左手に竜王権現遊歩道という看板があります。そこから歩いて10分ほどの場所です。車3台分の駐車スペースもありますよ。さて今回は青島さんのおすすめの佐久間の神秘的なスポット権現滝をご紹介しました。いや本当にすごくマイナスイオンたっぷりの、はい非日常を味わえると言いますか、すごく本当に神秘的な雰囲気、空気を感じることができるので皆さんすごくおすすめです。またこのような神秘的なスポットというのがこの近くにあるということなんですね、はい、ここから宝珠峠の方へ少し登っていくとまたあの民話にまつわる滝がありますのでよかったら見てください、はい、そちらの方がここの今回紹介したところよりもちょっと険しめ、あじゃあ上級者向けになるんですかね、はい、でもあの本当に来てみると来ただけのといいますかすごく感じるものが皆さんあると思いますので、うん、ぜひ機会がありましたらそちらの方にも足を運んでみてください、はい、また今回も佐久間の魅力を知ることができました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは次回もお楽しみに。さようなら。さようなら。この番組ではご意見ご感想山里の情報など皆様からのメッセージをお待ちしています。はがき、E メールでウィンディーまでお寄せください。宛先は郵便番号 432-8021 浜松市中区サナル台 1-11-27 ウィンディーコンテンツ部浜松山里生き生きレポート係まで。メールアドレスは制作@windy.jp です。浜松山里生き生きレポート。この番組は浜松市の提供でお送りしました。